里崎チャンネル。じゃこんにちは。さあトレードで取ってきた方がいい選手。そうですね。だいぶ佳境に来ました。いきなり携帯触るっていうね。すいませんね。こんにちはって言ったら携帯見出しましたもんね。データは、はい、細かいデータ知っとかなきゃいけないんで。はい。ちょっとその辺はちょっと佐藤さんにお任せしますね。はい。いやどの球団。そうですね。行きますか。こんにちは。こんにちは。さあということで。はい。はい。どうぞ押してなかったことやし。そうですね。それでこれ今どっから使われるかわかんないですよ。そうそう、はい、はい。今日はですね、はい、昨年のリーグチャンピオン、巨人西武で行きましたか。おお、大きいとこ来ましたね。はい、やっぱり連覇するためには、はい、やっぱ穴がある、はい、やっぱそこを補っていこうっていうところで考えましたけど、はいはい、どっちからじゃあ行きますか。じゃあ西武から行きましょうか。はい、西武は、まあ、西武のやっぱり一番補強ポイントはやっぱ投手陣じゃないですか。はい、チーム防御率が2年連続パ・リーグ最下位で、うん、まあ、打線は申し分ないですよね、はい、まあ、もちろん秋山抜けたっていうところもありますけど、代わりっていうのは多分出てきてると思うんで、はい、そこを別に若い選手でいい感じで出てきてるのに、うん、頭落ちしなくてもいいかなっていうところもあるんで、はい、投手陣先発中継ぎ、まあ、どっちもできた方がいいかなっていうところもあるんですよね。はい、1チームも1人しか取れないんで。そうですね、はい、あと DeNA と中日からだけなんですよ。からっていうことですね。で投手陣、はい、西武ライオンズ、はい、トレードして取ってきて方がいい選手 DeNA から、はい、伊能選手です。おお、またすごいところ、はい、はい、まあ、考えたんですけど、はい、ピッチャーでさすがにね、浜口とか今永とか、はい、石田とか、もうがっちりそういったところは厳しいんで、はい、っていうことを考えると、まあ、伊能投手が西武に来たら、まあ、先発もできるし中継ぎもできるんで、はい、うまいこと足りないところにピースに埋めて、うん、西武の投手陣を立て直そうっていう、まあ、立て直す役割を、はい、まあ、ちょっと担おう。2桁勝利したことある投手ですからね。そうですね、うん、はい、11勝2014年にしてて、その後も5勝7勝6勝6勝4勝って言って、まあ、常に勝ち星は上げてる選手ですからね。そうですね、はい、でコンスタンスに投げれると思うんで、うん、そういったところでは投手力アップのために、はい、まあ、DeNA から取っていこうかなっていう。いや確実に投手力をアップするますね、はい、はい、そういったところで、まあ、はい、いいんじゃないのかなっていうね。うん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 、あ、いいんじゃないですか、同じ青だし。確かに、はい、そこみたいな。なんかね、ユニフォームとかも全然違和感なさそうだし、ね、そう、はい、でそういったところで、まあ、あの、うん、トレードしやすい選手なのかなっていうところで、はい、うんうん、ここも結構迷ったっすね。 DeNA も難しかったっすね、はい、誰を出そうかっていうので、これね、誰を出すのと誰がいるのかで、はい、ガッチしなきゃいけないんですよ。そうですね、だから、あ、この選手いいかなと思っても、うん、この選手を欲しい合うチームがなかったらこの選手はダメなんですよね。そうですね、だから合うチームを探すのが、はい、こうマッチングっすよ、マッチングアプリみたいな、はい、いやバランスよくねやってますから。そうそう、しかも12球団1人ずつ取らなきゃいけないんで、はい、これね、あの、みんなにやってもらいたいですね、この同じルールで。結構頭使いますね、12球団で、はい、バランス、これ1球団で考えると、うん、はい、いや、この選手よりこっちの方がいいやろとか、この球団からのこの選手がいいよって言うんですけど、はい、これルールは12球団マッチングなんで、はい、12球団バランスよくセとパでこうなって、ね、で1チーム1人ずつなんで、はい、そこを誰が変えたら、じゃあここ、この行くとこ行くとこないから、でここのチームの欠点も補ってっていう、はい、もう12球団のパズルを組み合わせなきゃいけないんで、はい、これね、やってほしいですね。そうですね、皆さんにも、まあ、でもただ皆さんもそれ考えるの大変だから、もしかしたらじゃあこの選手がいいかもしれないですよっていうコメントはもちろん書いていただいてもいいですけど、うん、時間あるでしょ今、しかも野球もやってないし。確かに、これ考え、これね、選手名鑑見ながら考えるのめっちゃ楽しいですから。確かに、あ、今時間あるな、うん、しかもパラレルワールドだから。そうですね、うん、じゃあ皆さんのパラレルワールドもよかったらちょっとコメント欄に書いていただいて、ね、こう選手メーカー見て、はい、だから全部の12球団のウィークポイントを全部書いて、はい、各球団、はい、野手と投手と1人ずつぐらい出していって、はい、出していい選手を1チーム 3,4 人ぐらい出して、はい、あとはもうパズルのように、あ、ここで行くとこっちもあれだし、あ、でもここもっていうのをね、はい、やってほしいですね。ですので、うまく考えて組み合わせて
皆さんちょっとやってみてください。これね、はい、前回のもうこの選手トレードしてあげた方がいいんじゃないのより難しかったですか。まあそりゃそうですよね、はい、あれは勝手にトレードした方がいいと思う選手一人で言ってるだけですからね、行き先とか言ってないじゃないですか、はい、まあ、多少言ったのもありますけど、はい、あのこれ行き先考えるのってめっちゃ難しいんですよ、うん、全部綺麗に組み合わせてるわけですから。でも僕伊野選手ね西武にいいと思うんですよ、はい、でしかもあの西武っていうのは何がいいかっていうと、はい、コンスタンスにイニング投げれれば、うん、打線がいいんで、はい、勝ち星は拾えていくと思うんですよね、うん、そういったところで伊野選手はマッチしてんじゃないのかなっていう。確かに西武打力いいのでピッチャーって投げやすいでしょうね。そうそうそう、思い切って投げれるんで、うん、はい、細かいことそんなに気にしなくてもいいですし、うん、そういった利点はねあると思うんですよね、はい、じゃあ次、はい、セリーグ巨人だ、巨人いきましょう、巨人、はい、巨人、はい、ってことは巨人にはあとオリックスソフトバンクですね、のどっちかから来るってことですね、はい、どっちかですね。ソフトバンクなんか余ってるいい選手いっぱいいそうだな。なるまあ巨人の、はい、まあ、ここを補強した方がいいのかなっていうところは、はい、まあ、一番に考えたのはセカンドだったんですよね。でもセカンドは吉川選手は今年ね怪我から復帰でっていうところもあったりとか、はい、まあ、田中選手だったりとか、あと若林選手だったりとか、セカンド争い結構選手いますよね、うん、はい、で外野は丸がいて、まあ、亀井、はい、陽とか西毛の石川、外国人とかもいたりして、はい、野手じゃないのかなっていうね、結構ちゃんと埋まってます。野手も考えたんですよね、はい、野手も考えたんですけど野手よりやっぱ投手陣かなってい うどっちかっていうと、はい、補強した方がいいのは、うん、先発と中継ぎでいったらまあ中継ぎなのかなっていう、まあでも先発でもだからまあ両方できたら越したことないけどねみたいな感じで、はい、ソードバンクかオリックスから考えてました。はい、はい、じゃあ発表お願いします、はい、巨人トレードして取ってくる選手オリックスから吉田選手です。あ、吉田カズマス選手、はい、はい、あの僕の引退試合の時のピッチャーです、はい、あ、そうなんですか。2、3振、あの優勝かかってたんでガンホーク投げられて、はい、その時は先発だったんですけど、あの、まあ、今30歳、昨年が33試合で、なんか最近あんまりちょっと見かけなくなったなっていうイメージで、でも登板去年33試合投げてるんですね。そう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 、まあ、投げたり落ちたりとかっていうね、うん、ところは、まあ、あるんですけど、はい、球も力あるし、はい、うまくはまったら使えるんじゃないのかなっていう。で、まあ、先発もやったことあるし、はい、まあ、中継ぎも経験あるんで、うん、そのジャイアンツ その先発の中継ぎ足りない方法を特化してやらすっていうところで、はい、最初でずっと先発だったじゃないですか。そうそう、先発、はい、で中継ぎになって、はい、あの2016年とかシーズンのね中継ぎになって防御率 2.66 とか26ホールして、あ、本当だ、 2.66 で54試合登板して、はいはい、2018年も58試合登板して防御率3点台と、はい、いうところで中継ぎとしてもいい活躍してきてるんで、実績もありますし、はい、僕は面白いんじゃないのかなっていうね。良さそうですね、はい、はい、もしオリックスでそこまでたくさん投げないっていう今位置ならば、そっちで、はい、ジャイアンツで、ジャイアンツで、はい、はい、まあ、先発でもいいし中継ぎでもいいし、はい、パフォーマンス能力とチームの欠点が補う方で活躍して、うん、今すぐに、はい、今すぐ使える、年齢的にもすごく脂の乗ってる年齢ということで、はい、お、いいじゃないですかね、はい、今日は巨人と西武、はい、まあ、どっちも投手陣になりましたけど、はい、みんな本当みんなに考えてほしい。これ相当考えますからね、本当に難しいですね。めっちゃやり直すっすからね僕。候補に上がってたけど辞めた選手とかもいっぱいいるってことですよね。いや、めっちゃいるっすよ、はい、楽天でいうと、はい、塩見投手がねヤクルトに移籍 しましたけど、はい、パラレルワールドしましたけど、はい、あの田中和樹選手も入ったんですよ。ああ。候補には、はい、だってあの辰巳が、ね、出てきたりとか、はい、他の選手もいるなった時に、外野今めちゃくちゃ熱いですから、はあ、だから田中和樹も案だったんですけど、はい、でもやっぱり塩見の方がいいなってなって、塩見になったら田中和樹出れないんですよね。そうですね、このルールでいうと、はい、あと外野を欲してる選手あのチームがあんまりないってこともあります、ね、そうなんです、そうなんですよ、外野を欲してるチームがそんな言うほど、外野ガチでっていうと、こう外野でここまで移籍したのでいうと、そのオリックスに塩見と阪神に清田、はい、そうですね、はい、そんだけですもんね、はい、だけなんで、はい、あのなかなかっていうところもあるし、あとはオリックスも安達とかも考えたんですけど、ああ、ショートの、ショートの、はい、でもあのなかなかショートを今すぐ欲しいっていう球団がそんなにないんですよね。ないですね、セリーグの球団で、はい、だって巨人は坂本でしょ、はい、で、まあ、ヤクルトは外国人取ってっていうのもあるし、で中日は強打でしょ、で阪神が糸原とか木浪とか、はい、
が出たりとか、うん、であと DeNA が大和、うん、あと広島が田中康介と小園とかでしょ、はい、だからなかなかないっていうのもあったりしてて、ショートってどこも結構まあ固まってるというか、そう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 、ね、固まってますしね。今日はもう西武と巨人はピッチャーを勝ちってやって、はい、あのさらに強靭なチームを作るっていう、はい、いやいいと思います。はい、すごいパラレルワールド残りあと2球団になりました。そうですね、はい、次回最終回です。はい。